今回は業務用家具の分野で九州ナンバーワン、国内でも3本の指に入るという株式会社アダルの事例を取り上げます。まず現状認識タイムでは、あなたの会社のサービスにおける独自のこだわりとは何ですか、シェアしましょう。株式会社アダルは業務用家具に特化した国内有数の家具メーカーです。日本国内の同業メーカーの中で唯一中国に自社工場を持っています。スターバックスやアナホテル、かっぱ寿司をはじめ、数々の飲食店や商業施設にセミオーダーメイドの家具を販売しており、その納入先は実に数千社に上っています。今回はまずアダル社の事業と強みを理解するために、中国上海工場の製造現場をご覧ください。人口2300万人の巨大都市、中国上海。この街でひときわ目立つ高さ492メートル、101階建ての超高層タワー、この森ビルタワーを商売相手に持つという日本の家具職人がいる。それが家具集団アダルの社長、竹野茂美だ。昔はですね、はい、中国で作ったら安かろう悪かろう、